それでは、定刻になりましたので、ただいまから、河野大臣の閣議後記者会見を始めます。大臣、よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。お疲れ様でございます。何点かございます。よいしょ。今月2日に、国家公務員制度担当大臣と人事院総裁との間の連絡協議体制に関して、立ち上げを1回目をやったところですが、おととい、この連絡協議の2回目の連絡会議を開催をいたしました。私と河本人事院総裁との間で開催をして、この会議で今後議論していくアジェンダとして、霞が関の人材確保、霞が関における人材育成、それから霞が関における長時間労働の是正、この3つを取り上げることを私から提案をし、また人事院と内閣人事局の若手職員による議論についても提案をいたしました。今後の進め方について新総裁と議論を行ったところでございます。具体的な中身について決めましたので、今後精力的に議論を進めて働き方改革、さらに加速進化できるのではないかと期待をしております。2つ目、来週9月21日の午後3時から15時から第16回になります再生可能エネルギーのタスクフォースをオンライン形式で開催いたします。議題は洋上風力発電の導入拡大に向けた規制制度の在り方、これについて議論をいたします。前回同様、規制改革推進室の YouTube チャンネルで生配信をいたしますので、ぜひご覧をいただきたいと思います。次です。今年の2月、三重県からの要望を受けまして、地方自治体の支出における、クレジットカード払いが地方自治法上可能であることを明確にした通知を総務省から出したところであります。今般地方公営企業、上下水道とか病院交通などなど地方公営企業の方からも同様の要望がありまして、総務省において、地方公営企業もクレジットカード払いをすることができるという通知を本日付で発出することになりましたので、お知らせをいたします。その次、環境省の調査項目削減の自己点検でございます。7月の20日だったと思いますが、20日の記者会見で、群馬県からの要望を受けて環境省に地盤沈下に関する調査の見直しをお願いをし、環境省の方で調査項目の5割削減が実現をいたしました。またその後、環境省他の調査についても同じような問題がないのか、自発的な点検を環境省において行ったところ、お手元の資料をお配りをしておりますが、群馬県、高知県で、調査に協力をしてくださった職員にも協力をいただいて、回答の負担が大きい調査について、政策上のニーズが低下していないか、あるいは重複する項目がないか、総点検をしてもらったところ、全部で14の調査で、17% から84% ぐらいまでの調査項目の削減ということにつながりました。これによって都道府県の負担軽減、大きく図られることになると思います。点検に協力をしていただいた群馬県、高知県の皆様に御礼申し上げるとともに、思い切った見直しをしてくれた環境省の職員の皆様にも御礼申し上げたいと思います。その次、先ほどの環境省の取り組みもこの一環ですけれども、行革事務局と直轄チームで
縦割り110番や地方自治体から改善要望のあった調査について、個別に確認をして、重複排除などの改善を行ってきたところですが、まあおそらく他にもいろいろあるというふうに思われることから、全府省に確認された問題、こんな問題がありましたということを共有して、全府省に同じような問題が起きてないか自己点検を行ってもらいました。今回全府省で2458の調査を対象として点検を行いました。各省庁負担が大きいと思いましたので、各それぞれ2つぐらいの部局を対象に実施をしていただいたところですが、重複が105件確認され、次回以降も調査を予定している27件につきまして、調査項目の統廃合により重複を解消することができました。またそれ以外にも回収率の低い調査、回答方法が郵送ファックスに限られているなど、この調査の品質あるいは回答者の負担の軽減、集計業務の効率などの観点から問題のある調査も多く確認をされたところですので、今回の取り組みを一過性のものとしないように、今後は各府省の政策立案総括審議官の責任者として調査の実施前に重複の確認、必要性の調査の必要性の点検など、行ってもらう、恒常的に見直しが行われるような仕組みを構築していきます。これまで各省が実施をする調査は、数実態が不明で、重複やら必要性を見直す仕組みもないところ、今回個人ですとか調査対象になっている個人、企業、地方自治体の負担も考慮して、こうした取り組みを行いました。しっかりこの取り組みを続けて、いけるようにしていきたいと思っております。ワクチンでございますが、資料をお配りしている通り1億4900万回近くまで接種が進み、今日明日にも1億5000万回超えるんではないかなと思っております。全人口の1回目接種 64.9%、 2回目接種が全人口に対して 52.6% となりました。12歳以上の対象人口に対する割合で見ても1回目接種は 72% 弱、71.7% と7割を超えてきておりますし、2回目接種を終えた方は 58% を超えました。1回目接種が今の時点で7割を超えてますので、8割あるいはそれ以上を目指して接種頑張っていきたいと思っております。お配りしている資料の最後につけている通り、G7 各国の1回目接種のグラフをお付けをしておりますが、アメリカを抜き去って、もう今日明日にもドイツに並ぶかというところまで来ております。ファイザー社製のワクチンについて、バイアルの中に白い浮遊物が見られるという報告があったことを受けて、ファイザー社から先ほど対応等の発表がございました。ファイザーのワクチンは、この製剤製品の特性として製品由来の白い浮遊物微粒子を含むことが、ありますが、希釈をして、それが溶けた場合は問題なく使用できるということであります。まれに希釈をしてバイアルを10回ほどこう上下逆さまにして混ぜていただいても、その白い浮遊物が溶けずに残っていることがあるそうで、その場合はそのバイアルを使わずに他のバイアルを使っていただくようにお願いをしております。ただ製品由来のこの白い浮遊物は安全性に関する影響はなく、
製品由来ではない異物、白い浮遊物として報告されたもので、製品由来でない 外部から入った異物は確認されていないとのことです。鎌倉、相模原、堺などから相談のありましたロット番号 FF5357 の、白い浮遊物についても、ファイザーの調査によって全て製品由来のものであって安全性に問題がないということが確認されたと先ほど公表されたところでございますので、安心していただいていいのかなと思っております。私からは以上です。はい、それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方は挙手機能でお知らせください。いかがでしょうか。それでは、神奈川新聞の川口さんどうぞ。聞こえますか。はい、大丈夫です。お願いします。神奈川新聞の川口です。よろしくお願いします。大臣、今、発言されましたファイザーの浮遊物の問題なんですが、安全性に問題はないということで、今後の、供給スケジュールなどにも影響はございませんでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。はい、現時点で特に問題があるとは聞いておりません。よろしいでしょうか。それでは続いて読売新聞の安倍さんどうぞ。あ、聞こえますでしょうか。大丈夫です。自民党総裁選の関連でご質問いたします。先ほど出演式を行ったと思いますが、オンライン形式にして行った狙いとですね、実際にやってみての感想をお聞かせください。はい、オンライン形式でも出陣式しっかりできました。こういう感染状況の中で、なるべくできる限り密になる状況は総裁選挙といえども、避けたいという陣営の思いで、やってみましたが、新しい出陣式のあり方っていうのかどうか分かりませんが、うまくいったと思っております。ありがとうございます。よろしいですか。他ご質問ございませんでしょうか。よろしいですか。はい、一点ですね、ちょっと私の方にメッセージの形でご質問来ておりますので、長いですが代読をさせていただきます。IWJ の千浦さんからでございます。自民党総裁選について、高市早苗さんは、テレビ番組で外交安全保障政策、特に対中国のについて、中国からのミサイル攻撃の直前に、中国のミサイル基地を、電磁波パルスで無力化するという、敵基地無力化論を展開しました。これを可能にするには日本の核保有をすること、そして中国領空の、航空で高い空で、核爆発を起こすという核の先制使用が必要となります。河野大臣はこの電磁パルス論についてどうお考えでしょうか。ということでございます。総裁選を戦っていく上での国民の中といいます、総裁選候補として河野大臣のご見解をお聞かせくださいということでございます。あまりコメントしても仕方がないのかもしれませんが、少なくとも敵基地攻撃論というのはおそらくこれは昭和の時代の概念であって、それは、電磁パルスを使うにしろ何しろ、今議論すべきなのはこの日米同盟でいかに抑止力を高めていくかということなんだと思います。そういう意味で、その一概にこういう議論をテーブルに載せるというのはいかがなものかというふうにも思います。
日中関係はもちろん中国の一方的な現状の変更の試みには、これは国際社会としてしっかり対応していかなければいけないわけですが、経済交流あるいはインバウンドを含めた人的交流、さまざまな側面があります。一つの側面だけで、この国の関係は否定できるものでは、ありません。日本として、したたかな外交が求められる、最善を望みながら最悪の状況になった時にもきちんと備えるということが必要であるというふうに思いますが、あまり短絡的な議論というのは避けるべきだと思います。他のご質問いかがでしょうか。ないようでしたらこれで本日は終了いたします。ありがとうございました。